で、これでファイヤースターターはマグネシウムでできてます。おお、すげえ。おお、こうじゃない、こうじゃない、はい、はい、早く Ladies and gentlemen、はい、今から XBOさんがブッシュクラフトをやります。一応なんかちょっと削って落としといた方がいいとかって、あ、まあ、そう、なんかマグネシウム粉落としといた方がいいよ。で、これでファイヤースターターはマグネシウムでできてます。おお、すげえ。おお、こうじゃない、こうじゃない、はい、早く早くえ、ダクソか。ちょっとあれか、もう一回ちょっとほぐして、ほぐして、もう一回ほぐして、ちょっと時間ください。一発じゃん。すげえね、楽しいね。楽しい楽しい。ちょっと大人の火遊びって感じがしていい。え、なんか強がってる男だけがやってるやつがブッシュクラフトかと思ったら結構楽しいね。でもな、次につなげるための準備おい、俺のコメントに触れろよ。あ、ごめんごめんもう今自分で精一杯になった。テンション上がっちゃった。そんな一発でつくの、すごいね。よ、面白い。あれ何、あれ何のふさふさなの、これ麻紐。あ、これ麻紐。ああ、そうだよね。うち園芸用のやつだから、ちょっと色がついてんだけど、でも麻紐で家に転がってたやつをちょっと持ってきたんだけど。どうやってほぐしてんの。多分なんかこそいだ方がいいんだろうけども。サクって感じか。そう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 。へー、なんかよく見たのがナイフの背とかでこうこそいだりするんだけども、うん、なんとなくこんなんでつくんだね。そう、着火剤とか使いますとかって、もうなんかアホじゃねえかと。おい僕はね、今日この EP エタノール着火剤ファイヤースターター持ってきてます。合理主義なんでこれで火つけちゃいますけど、こんなわざわざ麻紐をほぐして火つけてるやつバカでしょこれ。いや、ね、ブッシュクラフトは別に俺喧嘩売りたいわけじゃないんでちなみに僕これあの鹿狩り行って止まったりとかする時もこれ持ってって、あの川っぺりとかで濡れてる倒木とかね、濡れてるやつとかでもこの EP エタノールだと結構ね本当に火つけられるんで、僕これおすすめです。じゃあちょっともう一回言っときます。あ、行こう行こう。最初粉をね落として、あー、痛い痛いすげえ焦ってる、すげえ焦ってる。あ、行った。お、行くんじゃね、行くんじゃね。あ、行ってるっぽい。ちょ、おいおい、映ってな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 い、風が、風が、あ、煙出てるよ。あ、ダメだった。これフーフーしたらできるんじゃない。 おしまい。あ、おしまいまだ先は長いな。まだ先は長いね。あ、まだでもまだ明るいから、まだまだリベンジしていこう。ブッシュクラフトって難しいんだね。面白い。量がまだ完璧に少ないんだ。何ブッシュクラフトってキャンプ場で来てブッシュクラフトって何やってんのこれ、いや、もういざとなればそのなんかすごい便利なやつの、あ、僕の EP エタノールぜひおすすめですよ。そっちの実験動画も撮らないといけないからあっち実験何すんだこの焚き火台の上で燃やしてみましたやる。ブッシュクラフト面白いかもよ。面白いかもよって言ってるけど火ついてねえからまだ結構やっぱり量がいるんだ、量が、ふさふさの量、ふさふさの量が。で、なんか途中から火のつきが良くなったらなんかこれにそのアルコール塗ってあったりしてねエタノールバレないように染み込ましとったとかまだ、じゃあ今本当に火ついたら一瞬でも燃えるからねちょっとまだおっせえなと思って。今ちょっと投射費5倍の浅いとほぐしやって、浅ひも5倍でいくのね。5倍ぐらいでやってますよ。でもさ、これ例えばそのこのふさふさあるじゃない、うん、このふさふさを5倍にしたところでボンっていくのは同じなんじゃない。だからほら、ほぐしてない浅ひももちょっと混ぜるとかさ。え、そういうもん。知らんけど上限にしたかった。そう、ちょっとなんかそういうのも入れつつフェザースティックにも行きつつみたいなさ。確かに日持ちはいいかもしんない、ね、そうだよね。ふさふさがいくら増えてもさ、あのマジックのさボーってなるやつあるじゃん、うん、あれわたわた燃やしてボーってなるやつ、あれみたいになるだけじゃないの。こういう感じにして、うん、いいんじゃない。こういう感じ。いや、ここまでいかないやろ。なんか次に備えとこうかなっていう。何回目か、3回目2回目3回目3回目ちょっと目指せブッシュクラフターの道。 yes. 3回目。いやブッシュクラフトができるっていうのはワイルドな男の証明だからね。やっぱね、やっぱ今ワイルドな方がいいからね。あ、俺たち何回キャンプやってると思ってんだよ。そう、じゃあ行きやす。どう、おー、来てるよ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 、映して映して、やっぱ紐が効いてんなこれ。上限通り。あ、いいんじゃない。もうついた、臭くない、そんなことない。あ、行ってんじゃない。ほら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 、来た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 。え、これでこれどこに行くの、どこに行くのこれ。あー、そういうこと。ずっとフェザースティックを撃するのあ、でもこれにつけば、うん、あれ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 ダメ、おしまい
あーでも道筋はできた。うん、あとはちょっと研究が。え、なに今日のこの動画の間に結論出ねえの？なんかこれ結構大変じゃね。これを最終的に焚き火にしようとしてるわけでしょ。まあもちろんもちろん、その先のことも考えとかなきゃいけないじゃん。今は何もないじゃん。だんだん火が大きくなって、うん、焚き火台じゃないの。だから焚き火台今タバコしか入ってない。ほらタバコしか入ってないよこれ今。あーでも畜生。まずいつものようにこう。これ増えたの？増えたのさっきより。量は関係ないけど、その後に継ぐものをちょっと用意しましたということで。おいっしゃ。ああいってるね。じゃもうこれには感動がなくなってるもんね。これは大丈夫。その後でしょ。あ、さらにバグるくなってる。なんだよ。おおい、ブッシュクラフターしけってきてんじゃないの。そんなことないの。でもただの下手くそなんだけど。さっきまでさっきまですげえうまくいってたのに、なんか急にスランプになったみたいな話になっちゃってんな。スランプって言うほどやり込んでねえだろ。プロとかに失礼だな。ブッシュクラフターのプロっていないでしょ。あー来たるね。ね、これから、それ絶対逆さまの方がいいって。飽きちゃった。はい、ということでブッシュクラフトには飽きたので普通に焚き火始めます。これがね、ガスバーナー、これターボライターって言いましたっけ。これはかなり強力に火がつくんじゃないかと。はい、バッチリ火ついてますね。こいつをこのフェザースティックにつけていけば、もう簡単に焚き火が起こると。どんどん火が大きくなっております。こういうね、燃えてる火は全部こう逆さま逆さま、下向き下向きにやっていくと、どんどん火が広がっていきますんでね。こんな感じで。そうするとですね、勝手に上に火が上がってきますので、で、これ全体に火が回るのはちょっと待ってあげるという感じで、簡単に焚き火は起こせるかと思います。ブッシュクラフトなんかやってる場合じゃねえ。まだちょっと明るいですけど、晩ご飯の準備していきたいと思います。はい、ということで、全趣味半端チャンネルでのブッシュクラフト、最初で最後の動画となりました。ありがとうございます。 Twitter とブログもやっております。ぜひそちらもチェックしていただけますと幸いでございます。チャンネル登録まだお済みでない方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で失礼します。バイバーイ。